マイゾーグルジロー君、もうちょっと出てもいい？マイゾーグルメの巻。今回マイゾーグルメを発掘にやってきたのは阿賀町にある次男坊亭ダグル。創業35年の人気店。店名からも分かるようにご主人は次男なんだグル。そんな次男坊亭の人気メニューは上天重セットだグル。天ぷらはもう揚げたてしか提供しませんし、だしがうちの力を入れてる麺で、昆布、煮干し、かつお節、サバ節、さらにそこに椎茸のだし汁を加えるという、それを天重のかけ汁にも使ってるっていうことで人気が非常にある。こだわりのだし汁を使ったタレは揚げたての天ぷらと相性抜群。文句なしの人気商品だグル。でもグル次郎は人気メニューに興味なんて全くないんだグル。本題の埋蔵グルメを発掘するんだグル。ではこのお店で一番不人気の商品を教えてください。さあここで問題グル。次男坊亭の埋蔵グルメ、つまり一番人気がないメニューはなんだグル。スタジオのビンタロウくん、5秒以内に4択で答えてグル。正解発表だグル。ではこのお店で一番不人気の商品を教えてください。はい、メガ盛りです。正解はメガ盛りだグル。早速店長の阿部さんに味を伝えてもらうグル。いつ食べても美味しいです。天ぷらが3人前で、うどんも3人前、そばも3人前。これはもともとあったメニューじゃなくてですね、イベントで始めたメニューで引き続きやってるっていうわけなんですね。うどんには特にこだわっているんだグル。津川のコンピラ清水という有名な清水があるんですが、そこから水を汲んで、その水を利用して手打ちで毎日打っております。イベントをきっかけに誕生したメニュー、大人数でシェアして食べたいボリューム満点の一品なんだグル。これだけ美味しいのになんで人気がないんだグル。一人では絶対食べれない量なんで、誰も頼みませんし、二人でもちょっときつい量なんで、少人数で食べるには量が多すぎるので埋蔵グルメになっていたんだグル。月に何回ぐらい食べますか。イベント中はですね、100食以上出たんですけども、最近は月に2食ぐらいしか出ないんで、もうちょっと出てもいいんじゃないかと僕は思ってますけどね。次男坊亭の埋蔵グルメはメガ盛りです。ぜひ皆さん食べに来てください。次男坊亭のメガ盛り、状況によって提供時間がかかるので電話で予約して頼んでほしい埋蔵グルメなんだグル。